PC エンジン利用をのんびり修理する。シャープ2、あんまちょっと拗ねてる。今日のあんまちゃんでございます。あんまちゃんが拗ねてます。遊んでくれないし。寝てたんですけど、起きたんですけど、全然遊ぶ気配ないです。すぐ携帯じるしとか、カメラで撮るし。遊んであげないからねっていう、そんな感じです。これはちょっとね、かなり拗ねてますね、今日はね。でもこうやってね、モフモフされるのをやめるのは許せないみたいなんですよ。おやつ食べたいかな。それでは本編スタートです。前回の話ですね。前回はね、基板を洗いました。まあ普段こうやってあのカットしてる部分もね、多々あるんで、まあ今回はちょっと動画作りの都合上もあり、まあゆっくりのんびりなんかやっていこうかなと思ってます。まあコンデンサーね、吹き飛んでるのがあったりするので、まあ最終的に直せるかどうかわかんないですけど、まあのんびりね、ちょっと動画の本数を稼ぎたいんで申し訳ないんですけど、車のレストラ動画だと思ってください。どうもプニです。今日はですね、ちょっとコンデンサー数が多いんで、まあ徐々にね変えていこうかなと思ってます。で、足がついてるね、あの電解コンデンサー、ハンダ吸い取り機でね取っていってます。まあ、こんな感じでね普段修理してます。ハンダ吸い取り機買ったのがね、去年だったかな。すごく便利です。今まではあのシュポシュポっていうかね、空気であの手動でね吸い取るやつでやってたんですけど、もうあれよりかはるかにいいです。で、白い印がついてる方がマイナスですね。で、コンデンサーの方はね、長い足の方がプラスなので、まあ、こんな感じでつけていけば大丈夫です。まあこんな感じでね、ハンダ吸い取り機でやらなきゃいけないところは先にやっちゃおうかなと思ってやってます。で、今回はまあ電気が入ってくるところ、とか、まあこうちょっと点々としてるね、部分のコンデンサーを、変えていこうかなと思ってます。で、今ね困ってるのが、この IC の下にね足がね来ちゃってるんで、どうしようかなって悩んでます。これ取るのもねちょっとなーと思って、じゃあこういう時ねどうやって交換するんですかっていう話なんですけど、これね、この裏に来ちゃってるんですよ。こういう時プニさんどうしてんですかっていう話があると思うんですよね。こういう時はね、まあこう場合にもよるんですけどね、あの足を切っちゃいます。こっちもね隠れてるんで、非常に交換しにくいですよね。なので、こういう場合はね足を切ります。よいしょ。で、足を取ると
上までハンダが上がってきてるのが、まあね、確認できると思うんで、そこに、コンデンサーをねつけます。うん、よいしょ。まあ、こうやってね足を折り曲げてハンダがつく面をね広くしてつけます。そうしないとすぐ取れたりする場合があるんでね、まあ、ちゃんとついてない場合もあるんで。でハンダが上まで上がってきてれば、切ってね残った足にちゃんとね綺麗にハンダが乗るんで、でそこにこれをつけていきます。足長くすりゃこっち8まあケースのね高さもあるんで、なるべく低くつけたいですよね。よいしょ。まあこんな感じで結構ねちょっとね値段が張るんですけど、なるべく電圧が高くて、まあ、帯電圧ね、が高くて、まあ、ちっちゃいコンデンサーを買うようにしてるんで、うん、全然問題ないと思います。こっちも隠れてますね。なので、こっちもね、切っちゃいます。よいしょ。うん。まあ、回路がね、裏まで行ったりしてるとどうしてもしょうがないよね。よし。うん。取れました。これがね、ぴったり実装されてるハンダ付けだとね、こうやって切れないんで、その場合にはね、また違った方法を使うんですけど、まあ、今回は取れたんで、まあ取れたというか切れたんで、この残った足にハンダ乗っけて、処理していきます。下からね、上までハンダちゃんと上がってきてるんで、今回はね、やりやすかったですね。これね、足を長くしてコンデンサーを傾けるっていうのもありはありだと思うんですけど、まあなるべく足を短くしたいよね。よいしょ。この辺はね、周りが、ね、あまり熱持たないと思うんで、なるべく基盤に近い方につけたいよね。でこれがさなかなか穴に入んなくてね。よいしょ。いろいろ重たくてね。でこうやってちょっとね、足がねこの基盤ねくねくねってなってて取りづらいんで、取れない部分はねちょっとハンダを溶かしてね穴広げたりしながら取っていきます。もうグラグラなんだけどね、ちょっと通らないし、足がね曲がってるんで取れました。もうグナグニャなんだよね。まっすぐハンダされてるといいんですけど、まあこんな感じに地道に交換してます。いつもね動画だとすぐ直ってると思うんですけど、非常に時間がかかるんですよ、丁寧にやろうとすると。うん。でコンデンサー取った後に基盤清掃なんかもねちゃんと一個ずつやっていかなきゃいけないんで、そういうのしないでね、
ポン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 変えていくだけだったら早いかもしれないですけどね。まあ私はプロではないんでね一個ずつ丁寧に進めていくだけです。でコンデンサーの容量も間違えないためにね、外したら一個つけてっていう。で今やってるのはハンダをもう一回溶かしてコンデンサーを奥まで入れてます。であとはね足をね切っていきます。まあやってることは簡単な作業です。でこうやってね足を切って、まあ、状態確認してでもう一回溶かします。よいしょ。こういうのをね繰り返してます。ニッパーでね足を切った時にねハンダが割れる時があるんですよね。だから足を切ってからハンダ付けする方もいるんですけど、私は二度手間でも足は長いままハンダ付けする方が楽なのでそうしてます。よいしょ。これもね帯電圧が一緒なんですけどちっちゃいんですよねなのでちょっと高いんですけどそういう部品を選んで買ってます。よし。でここで足を切っちゃうとねこうスポンって下に落ちちゃったりするんでコンデンサーが長いままちょっと広げてなんていうんですか抜け落ちないようにしといてやっぱりハンダつける方が私には合ってるかな。まあプロの人なんかはねちょんちょんって切ってからパパってつけるかもしんないけどまあそういうのすごいよねまあこんな感じです。まあいつもねこの辺カットしてるとこだと思います。で今更なんですけど交換するコンデンサー表面実装以外ねでコンデンサーマークしときます。これね先にやっといた方がいいです。特に今回みたいに時間かかる場合は印つけた方がいいです。何日かに分けてやるんで次の日できるとは限らないんで今度1週間後かもしれないんでこれをね本職にしている人はもう全然いいと思うんですけどね。そんなに1日ね時間も取れないんですよなのでこうやってねハンダ取ってよいしょ。これも取ってで清掃してここね液漏れがすごいここはね全部買いといて正解だわ。もうねやばいで今この辺のコンデンサー取ろうとしてるんですけどうわもうね超臭いですくっせーって。これね全部ねコンデンサーの汁ですね液漏れですね。最初フラックスかなと思ったんですけど違ったもうハンダごて当てるとわかるんですけどむちゃくちゃ臭いんで。なので全部ね、綺麗に落とした方がいいですね。基板腐食するんで、なのでね、全部綺麗にしていきます。いや、臭いんだよ。どんな匂いですかって
言われてもね、何に似てんのかな。もう本当に臭いからすぐわかる。独特のね、匂いがするんですよ。うわ、もうこれコンデンサーの液漏れの匂いだってわかる匂いが。これ全部そうでした。これでね、清掃するとね、もう全然匂いなくなるんすよ。今ね、匂いしてないです。まあこういうところね、普段動画でカットしちゃうからね。まあこれが治るか治らないか、まあこの動画作ってる時点でね、まだ分かってないんですよ。なので、まあ治るか分かんないけど、あ、これ液漏れすごいな。分かんないんで、まあちょっと見ててどうなのか分かんないですけど。まあこんな風に修理してる工程がありますよと。で、表面実装型の、まあ、タルコンデンサーね。これは、こういうふうに、ペンチで揺らして、取ります。で、揺らし方もコツがあって、プラスマイナス、ハンダされてる方に向けて、揺らした方がいいです。で、足がついてる方に揺らす感じね。横に揺らすとね、パターン剥げるんですよ。なので、足はこうやって残したいんで、なるべく、ハンダが、ついてる方に、力かけても大丈夫な方に揺らすのが一番いいと思います。で、足を取るっていう感じですね。よいしょ。これ向きがね、狭いんで、ここ。まあ、こんな感じで、やっていくのが、いいと思います。時間かかるけどね。まあ、プロの人だったら、どうするかな。まあ、でも同じようにやんだろうな。ハンダで挟むやつあったでしょ。これにつける、このハンダごとにつけるオプションがあるんですけど、あれが全然使えなかったからね。あれが使えれば、これもね、ポンポンって取れたかもしれないけどね。あれダメだわ。まあ、気になる方は、以前の動画、探してみてください。で、取れなかったら、ハンダを追加して、まあ、盛りハンダしてね。で、それで、取ります。特にね、液漏れしてるところの足はね、ハンダ溶けないんですよ。なので、まあ、こうやって新しいハンダと混ぜて、取るような感じですね。で、こうやって、こう、足をね、間違いないように、つけていきます。こんな感じでね。よいしょ。もう一個もね。同じコンデンサーはね、一気に取っちゃうかな。自分の場合は。よいしょ。ちょっとね、一個ここね、220マイクロファラドのやつがあったんですけど、コンデンサー。330に変えました。220がね、帯電圧が合わなかったんで、やめました。持ってるやつがね。ちょっとだけ容量アップしてます。いやー、これがねー、楽しいんすよ。
わかるかな。私ね、こういうなんか黙々とやるのが好きなのかも。だからね、すげえ楽しいんですよ。なんか飽きませんかとかたまに聞かれるんですけど、全然飽きないです。ほんと好きなんで。でこれ今ね、足グラグラしてるから引っ張ってるけど、気をつけないとパターン剥がすんで、ちゃんとハンダが溶けてるの確認して。これね、今日一番でかいコンデンサーですね。1000マイクロファラドのコンデンサーです。でこの辺は細かいので、注意しながら取っていきます。こんな感じでね、足を残して取るのができるようになったら、だいぶいいと思います。でここね、また次回かなんかに言おうかなと思ってるんですけど、このコンデンサーのところね、ちょっとなんて言うんですかね、こうちょっと基板に書いてあるマークが、プラス極の方がこうなんて言うんですかね、角が削れてる絵になってるんですよね。まあ、また次回詳しくやりますけど、そっちがプラスで、下の方はね、こうなんて言うんですか、角張ってるような感じになってるんで、そっちがマイナスっていう感じで、判断がつきます。なのでね、それは合わせてやっていくといいと思います。で今これね、昔のハンダ全部取ってます。よいしょ、な感じで、取ったらつけ、取ったらつけを繰り返していきます。ここもね、ちょっと息漏れしてたね、ほら。やばいっしょ。なので、まあ綺麗にしてね。でここもついでに取っちゃった方がいいね。なるべくコンデンサーをこうつける順番をね、考えながら取っていくといいと思います。スペースが狭いところは特にそうだね。で今何してるかっていうと、変えたコンデンサーのところがケースに当たらないか確認してます。全然大丈夫ですね。大丈夫です。この蓋はね、後で水洗いしました。よいしょ。なので今回はね、まあちょっと一部のコンデンサーしか交換できなかったですけど、まあ、結構数は変えたかな。まだ残ってるのはね、次回じっくりやっていきたいと思います。普段ね、この辺はもう全カットですよね。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。まあこうやってね、地道に交換しているという、まあ、注意点なんかもね、見ていただけたら、嬉しく思います。それではまたねー。